NEC グリーンロケッツ統括は、千葉県阿弥子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、鎌ケ谷市をホストエリアとして、ジャパンラグビーリーグ1に所属しているラグビーチームである。2021年5月までのチーム名は、NEC グリーンロケッツ。1985年に創部し、関東社会人4部リーグからスタート。 1987年度の関東2部リーグ優勝、さらに全国社会人大会初出場でいきなり8、強進出を果たした。その後は、東日本社会人リーグで着実に、レベルアップを果たす。2002年度は、東日本社会人リーグ7位の低迷から巻き返して、全国社会人大会ベスト4を経て、日本選手権で優勝し、初タイトルを獲得。 この年の東日本社会人リーグの7位は全国社会人大会に出場できるギリギリの順位であり、同様に全国社会人大会のベスト4も日本選手権に出場できるギリギリの成績であった。そのような状況からの日本一にマスコミからミラクル7と呼ばれた。2003年度に開幕したジャパンラグビートップリーグでは初年度は6位で終わるも、 上位8チームによるトーナメント戦のマイクロソフトカップでトップリーグ1位の神戸成功、コベルコスティーラーズを破り、初代カップチャンピオンに輝く。また2004年度は日本選手権でトヨタ自動車ベルブリッツとの大接戦を制し2年ぶりに日本一のタイトルを奪還した。2005年度の日本選手権でも東芝府中ブレイブルーパスと優勝を分け合い、 日本選手権連覇を達成した。2006年度以降、トップリーグでの成績は徐々に下降戦をたどったが、トップリーグ終了後の日本選手権には2008年度から4期連続で出場した。2011年度はトップリーグのリーグ戦で4位に入り、初めてプレーオフトーナメントに進出したが、セミファイナルでサントリーに大敗し3位でシーズンを終えた。 2014年度の日本選手権では、大学王者の帝京大学に25から31で、敗れた。2020年12月、千葉県阿鼻子市及び、千葉県柏市と連携協定を締結。2021年6月、新リーグ発足に向けて、千葉県統括エリアをホームタウンとし、チーム名を NEC グリーンロケッツ統括に変更。同年七月、千葉県松戸市及び、 千葉県のダッシュと連携協定を締結。2021年7月16日、新リーグ、ジャパンラグビーリーグワンの一部リーグに振り分けされることになった。なしトップリーグ創設以前、トップリーグ創設以降2021年度のスコットは、次の通り。太字は、今年度の新加入選手。うちの数字は代表ギャップ数。アルファベットは国籍。ありがとうございます。